高評価とチャンネル登録ぶたってるけよ。나한테바라는게뭔데솔직해지는거그래그대였을까내마음에스치는出ましたキスシーンね。セオリー通りですね。カンドラは7話か8話で必ずキスシーンが出るとね、セオリー通りに着々と進んでる、この恋は不可抗力なんですが、いやー出ましたね二人のね。だけどまあ二人の気持ちはね、あるのはわかるものの、お互いにねやっぱり今の状況からは、伝えられない、本音が言えないっていう状況かなと。でも婚約者がいるってそんなにあれなのかな。別にね結婚してるわけじゃないですからね、昔じゃないしね、今の彼女とね、別れて新しい彼女になってもらっても別に特に今の時代問題ないかなと思うんですけどね。なのでまあね、俺に望んでることって何って言いながらね、ロンは正直になることだよねと、分かったというのでキスをしてくれましたとね。正直な気持ちとしては愛してるよっていうことだと思うんですけど、まあお互いに言えない状況、もしくは、こう認めたくない状況かもしれませんね。まあ本日あと3時間後にはね8話見れると思うので、僕はオンタイムで今日も見たいと思います。너지금나갖고장난치니솔직히날보면서한번도흔들린적없다고얘기할수있어그냥다정리하고와그게무슨감정이었든주술같은건없었어요주술みたいなのはなかったですと。なんでローンはそんなに今の自分のね正直な気持ちを認めたくないのかな、なんでしょうね。ここを皆さん分かりますか。ちょっと僕はあんまり彼の気持ちが理解できなくて、やっぱ婚約者悩んのことがかわいそうだと思ってるんですかね。どうなんだろうな。特にそんなにね否定することじゃないと思うけどなね、まあ本女としてはね当然怒りますよね。バカにしてんのかと、それはそうですよ。こうねすごいこう電話かけてきたり、もう近づかないからって言ったり、行ったり来たりしてる彼に対して当然本女としては何してんのって言いたくなりますよね。それに対してね正直一度も気持ちが動いてないって言えるって言えないですよね二人とも二、ね、人とも言えないけど、なんかね二人ともこう本気になれないですね。まあまあまあドラマですからね、現実だったら本気になってるかもしれませんが、ストーリー上まだここじゃないかもしれないですね。ね、で、ユラはね、ユラひどかったですね。滑ってなかったことにしてって言ってるんですが、あなたはそんなことを言える立場かとね。ユラはね、まあ今まではちょっとね、かわいそうなサブ的な役が多かったんですけど、今回もね、ユラはサブなのかなって思いきや、ね。悪役でしたね、ユラはいやーなかなか主演になれないあのユラなんですが、まあとはいえ結婚は進めたいみたいですよ、何の意味があるんだろう浮気しながら何の意味があるんだろうな、ね、相手がローンが自分に対して気持ちがないっていうことを彼女も気づいてるはずなんですけどね。いやー分かりませんね。ね、まあ、ドラマなので、
왜 그런 사진을 찍어서 너한테 보낸 거야? 스토커 같다. 허락도 없이 사진을 찍어서 유포하는 건 범죄고. 보지 마. 아, 왜 그래요? なんかすごい大きな事件が起きるみたいですよね。これ見るとなんだろうな、殺人事件かな。最近ね、最近のカンドラって普通に人殺しますもんね。そこがね、ヒップタッチの女王もそうだし、いつかの君に、最近皆さん見ました？いつかの君にももうね、あの人殺しますからね。だから最近ちょっとね、殺人事件があまりにも簡単に出るから、ちょっとここでも出るんじゃないかなと思ったりしますが、いやー急にって感じですよね。でもこのね、見ないでって言ってるぐらいだから。まあ写真がありましたよね。ねえ、ナヨンがね、ローンの婚約者が、ローンとあの本所の写真を見たと。つまりは誰か2人の写真をこっそり隠れて撮ってますよと、いうことなんですけど、まあ皆さんおそらくあの人じゃないかというのは多分おそらくあると思うんですけどね。ね、この人ね、お花の、お店の社長、この人ね、ちょっと気持ち悪いっすよね。まあ演技がうまいっていうことだと思うんですけど、まあ本所とのこう年齢差があるからかもしれませんが、なんか見てて気持ち悪いなってずっと思ってしまうのは僕だけでしょうか。ね、まあでも演技がうまいんでしょうね。演技がうまいからこう我々がこう気持ち悪く思ってしまうと。だからこの人との関係もあるし、先ほどの見ないでっていうのもあるから、ちょっとね、この先何が起きるのかっていうのがすごく気になりますね。あとはなんで2人がここにまた来たかっていうとこですよね。これ皆さん おそらくこのハングル読めないと思うんで、ちょっと説明すると、まあ仕打ちだから許可なしで来ないでくださいっていうことなんですが、ここは1話で出ていた、ローンの、まあ、家系の、お化け屋敷なんですよ、があった場所なんですよ。でなぜ2人はここにまた来たのかっていうところですよね。で、来ましたと。で、ローンは何かを見つけて見るなって言ってるんですよね。だそれは普通に考えると、自殺した人かよくわからないお化けかだと思うんですけど、一応ファンタジーロマンスですからね、皆さん忘れないでほしいんですが、この恋は不可抗力はファンタジーロマンスだから、正直何が出てきてもおかしくありません。なのでこれは、今夜の8話を見ないと分かりませんね。まあますます面白くなってきてるので、引き続き追っかけていきたいと思います。ではまた。 You found me when I couldn't see the surface and you pulled me, yeah you pulled me to the shore. You held me in your arms when I was broken.When this world's not making sense to me, I can't sleep, not in this bed. If you aren't in and out, no, I can't breathe.